難波千日前、長年ね運営しているなにわ豚骨ラーメン求人インタビューしてみたいと思います。僕の大好きなラーメン屋さん、10年以上通い続けています。券売機で発注するパターンです。なにわ豚骨もいいんですけど、味噌漬けも、味玉、もやし増し、これでいきたいと思います。これは働く人も楽ですね。なにわ豚骨ちょっとね作っていただきましょう。はい、はい、ありがとうございます。アルバイトさん何名ですか？アルバイトが12名ですね。社員が2名。2名ですね。男性と女性の比率を教えていただいてよろしいですか？大体半々です。年齢層は一番誰が多いですか？40代。そうですね、20代が一番多い。20代が多いです。はい、なるほど。住んでらっしゃるところもこの南近辺のところですか？そうですね、ほとんどこの近辺から。この近辺、じゃあ皆さん自転車とか歩きで。そうですね、電車通勤も行ってます。今特に欲しい時間帯の人は、はい、例えばアルバイトさんだったら24時間営業なんでどの時間も欲しいんですけども、はい、朝8時から夕方ぐらいまで働ける人が一番欲しいです、ね、朝8時から夕方働ける人。ちなみに店長さんは今だいたいどれぐらいの時期から働いてらっしゃるんですか？はい、僕で14年ぐらいです。14年。はい、すごいですね。柵の柵で働くのに、はい、こういう人向いてるなっていうキャラクターですね。元気よく。元気よく。はい。明るい感じだから。明るい感じだと。はい。髪型とかは基本的に自由ですか？あ、全然髪型とかそういうのは何も。金髪全然 OK。はい。ピアスとかネイルも基本的には自由ですか？そうですね、ネイルはちょっと禁止してますね。あ、ネイル禁止。あの、手袋つけていただいたら。あ、なるほど。でも手袋つけてたら OK ですか？はい、そうですね。じゃあ、タトゥーはどうでしょうか？タトゥーも、あの、見えなければ大丈夫です。まかないで一番人気のラーメンは何ですか？今から作るなにわ豚骨。なにわ豚骨が素晴らしいですね、うんうん。メンバーで買って、こういうラーメン1個作るようになれるまでどれぐらいの期間かかりそうですか？だから丁寧に教えますので、基本的には作業的にはそんな難しいことはないので、だいたい1ヶ月ぐらいでできるようになると思います。で、できた後ももちろん横でサポートしたりとか、うん、そういう指導は続いてますので。で、この空調が結構効いてて、あんまりメンバーが熱くないですね、そこまで。働く環境はすごくいいと思います。ね、そうですね。はい、空調が開きます。はい。なにわ豚骨です。南ののんべいから観光客までみんなが大好きな、なにわ豚骨。店長、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。